こんにちは、テンバー・アカデミー堀秀夫です。本日午後11時までオーストラリアアマゾン出、このマニュアルのね特別モニターを募集しています。まあ今ねやっぱり日本のね年金当てにならない、人口減って稼ぎにくくなってる。まあすでにね低所得者ばっかりでなかなか物を売って儲けるとか、給料を増やすとか難しい状態です。 まあ、そういった解決策がね、えー、アマゾン輸出とで。しかもオーストラリア、非常にね、えー、もう、まあ、言い方あれですけど、まあ、底辺の人でも、まあ、最低賃金がね、えー、7万何千ドルと、年収にすると決まってますんでね、えーまあ、所得の高い人が非常に多いと。まあ、日本だったらね、えー、まあ、今の給料の5分の1ぐらいしかもらえない、あるいはね、 もっと低い給料しかもらいなさそうな人が、高い給料をもらってますからね。まあ、おのずともらったお金は全部使っちゃうみたいな形でね、えー、使う人が多いです。まあ、そんなわけでね、えー、ボクシングでの翌日のバーゲン、なんと1日で2000億円も売り上げるというね、まあ、非常に魅力的な市場で、まあ、アマゾン始まったばっかりと。ねえー、この時期にアマゾン室、まあ、始めてください。